ケニオン・コックスはアメリカ合衆国の画家、イラストレーター、美術評論家である。オハイオ州のウォーレンで生まれた。父親はオハイオ州知事や合衆国内務長官を務めた政治家のジェイコブ・ドルソン・コックスである。はじめシンシナティの美術学校で学ぶが、1876年のフィラデルフィア万国博覧会を見物した後、 フィラデルフィアの方が良い教育を受けられると判断して、ペンシルベニア美術アカデミーに移った。1877年には、当時の多くのアメリカの芸術家と同じようにパリに留学し、カロリス・デュランに学び、エコール・デ・ボザールでも学び、アレクサンドル・カバネルや、ジャン・レオン・ジェローム、アン・リ・ラマンのクラスに参加した。ヨーロッパ滞在中には、フランス各地、イタリアも旅し、イタリアでは、 ルネッサンス期の画家たちの作品を研究した。1882年にアメリカに戻り、ニューヨークを拠点に活動し、アートスチューデンツリーグ・オブ・ニューヨークで教師を務めた。1892年にスチューデンツリーグの学生、ルイーズと結婚した。家族を養うために雑誌や新聞の差し絵を描き、匿名でサタデイ,イブニングポストの美術評論記事も書いた。 1893年のシカゴ・バンコク博覧会の展示場の壁画を夫婦で描いた。アメリカ議会図書館やアイオワ州の州庁にも壁画を描いた。1898年からアメリカ芸術・文学アカデミーの会員を務めた。ありがとうございます。